花蓮と台東間の交通の要所にあり、花東線では花蓮駅、台東駅に次いで3番目に大きい駅です。周辺にはグルメや観光スポットがたくさんあり、徒歩約10分で台湾発となる東武台湾黒熊教育館、東武台湾月のワグマ教育館を訪れることができ、館内のガイド解説、ビデオ鑑賞、展示により、台湾月のワグマをより深く理解することができます。駅周辺のたまり麺、たまり京都臭豆腐などのグルメもお見逃しなく。花蓮八景の一つ、100年の歴史があります。温泉は透明に近く温度は66度 C に達します。浴場、温泉旅館、露天風呂など、どこでも冬ならではの暖かさを感じることができます。付近には秦の時代に開かれ、原始的な美しい景色が道沿いに続く全長約 13km の安通り湖峰古道もあり、安通温泉に来た時に散策することもできます。玉長浩二と第11線が交わる安志保橋のそばにあり、園内には展望台と公園が設置されています。下に行くと延々と続く明るい色の砂浜、芸術作品の、保在な変的海、そこに置かれた海、があり、素晴らしい景色を楽しむことができます。安志保村の周辺には、美しい自然の景観や文化的な雰囲気漂う集落もあり、ゆっくりと味わう価値があります。熱帯気候と温帯気候の境界となる北緯 23.5 度を示していて、夏至の正午に太陽の光がちょうど北回帰線標識のラインを通ります。この時、塔のそばにいると、太陽の下でも影ができないという不思議な現象を体験することができます。台湾のホエールウォッチング発祥地で、クジラやイルカに出会える確率が台湾で一番高い場所です。4月からは花東海域でトビウオが活発になる季節でもあり、この時期に海に出るとホエールウォッチングのほか、トビウオを鑑賞することもできます。石掛橋港海域の漁獲量は高く、魚の競りを体験したり新鮮な海の幸を味わったりすることができます。巨大な面積を誇る海岸段丘に、風や海により削られた沿岸の風景、超寒帯の豊かな自然生態の資源があり、夜にはキャンプエリアでキャンプをしたり、海の音を聞きながら星を眺めたりすることができます。その海食凹穴の景色は台湾一番と言えます。内部のレイアウトは集落の要素から発想を得た温かみのある木材でデザインされています。観光相談、書店、カフェ、軽食サービスの提供のほか、集落の精巧な工芸品や農産物を展示販売しています。下に行き、州州止め蘭渓河口にあるシブーラブラクを訪れ、集落の日帰り旅行を楽しむこともできます。迫力がある雄大な金剛山を背にし、東海岸の白老大道とも呼ばれています。山と海に囲まれたまっすぐな道路には電信柱がなく、太平洋を一望することができます。道路脇の棚田は一段一段が鮮やかで、季節ごとに変わるその風景の美しさに人々が酔いしれています。